はい、ラジオです。はい、始まりました。始まりました。久しぶり。久しぶりです ね、 ね、うんうん、元気でしたか？はい、私はちょっと鼻水が出たりしていましたけど元気です。花粉症はどうですか？あ、もうだいぶ、はい、収まりました。はい、大丈夫そうです、うんうんうん、本体さんもいろいろあったと思いますけど元気でした？いや、本当そう、一番大きいのは、うんうん、やっぱ追い合わせの高校で、うんうんうん、なんか挑戦する大切さについて、ああ、ちょっと全校生徒350人以上の方の前ですげえ話しましたねいや、なかなかないですよね、そんな機会。いや、オファーいただいたの本当1週間前ぐらいギリギリで、でしかも青森いなくて、ズームでよかったらみたいなですごい、いや本当すごいいい経験になったんで、いやいやいや、ね、ね、いや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 、つな、はい、がればつなが嬉しいです ね、 ね、 なんかね、頑張ってるんですね、ありがたい。うん、じゃあその話もいろいろ今度、まあ、はい、はい、聞きつ つ、 聞きつつ、今日はゲストが来てくださっているらしいんです。誰ですか誰だろう誰だろうみんな大好きあの店長ですけど、わかりますか？僕は、はい、わかります。あ、わかります。なぜなら横にもういるから。あ、そうですよね。じゃあもう、はい、ちょっと呼びます。はい。でもなんかタイトルコールみたい。あ、もう行っちゃいますか。じゃあ最初タイトル。はい。しますか。はい。はい。せーの、サメサメと青森。はい。はい。じゃあもう早速ね。はい。そうですね。はい、ゲストの方を呼びしましょう。どうぞ。どうぞ。こんにちは。こんなんでいいのかな。はい、こんにちは。はい。お名前は、はい、澤田理恵と申します。誰って感じだよね。大好き。はい、みんな大好き。みんな大好き。はい。雑貨店ポロ店長澤田さんです。はい。青森市で雑貨屋さんを営んでおります。ありがとうございます。今日飲んでくださって、いやいやいや、本当にいつもありがとうございます。こちらこそなんですよ。ありがとうございますですよね。いつも楽しいお話聞かせてくれるから、いやいや、お返ししますよ。ラジオ楽しみですね本当ですか。何でも聞いてください。はい、今日はいろいろ澤田さんに NG なしで、NG なし、何でも聞く会になってますので、はい、最後までお聞きください。聞きたい人いるかな？はい、います。いますよね。はい、そっか、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、皆さんも感想とかコメントください。はい。まあね、そもそもね、なんで来ていただいたか、うんうん、いただいたかっていうとね、新しい動画の企画が、そうなんです、始まりまして、何、うん、はい、でしたっけあれ、私がちょっと仕事で作らせていただいた青森駅周辺の雑貨店とか工芸品を扱う店をまとめたマップの紹介動画、まあ、各お店の紹介動画をちょっと作ろうと、うん、なりまして、まあ作ってはどうかというアドバイスをくださったのも澤田さんで、そうなんですよね、はい、なのでちょっとまずちょっとその辺から今回ラジオに出てもらうことになりました。ありがとうございます。私のほんとただね、一言やったろっていうね、うん、その一言をなんとなく言っただけなのに、こんなにね、いろいろ動画ね、いやいや、編集してくれたり、こういうのも撮ってみようよとかね、持ちかけてくださってありがたい。若いパワーだよね。いや、若いパワーですよ ね、 ね、いや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 、ありがたい、ねえ、しかも出てくれてましたね。いや、そうなんだよ、これね、動画がもう出てるのかな、このラジオがアップされる頃は。出てるかな、出てんじゃん。じゃあね、ぜひ皆さん、まだの方は、はい、そちらも見ていただいて、本当に素敵なお店なので、まず来てほしい、ね、うん、本当に来てください、うん、ひっそりやってます。全然ひっそりじゃないですよねえ、ねえ本当面白い澤田さんとは、私は、
2年前くらいですかね、うん、初めてお会いしたのは、うんうん、それから、まあ、去年も何ですか、うん、1年中季節ごとに断るごとにお世話になり、ね、節目節目で会ってるようなね、はい、そうなんです、ね、すごい楽しい方で、ね、本当に私も、うん、さんのそういうね、はい、なんだろう、ひょうひょうとしてるところとか、そうですか、ね、なんかこう、いえいえ私は全然とかね、いつもその謙遜するところとかもすごくいいなと思ってて、ありがたい、こうサポートに徹してくれる部分とかもね、あとゆるやの絵が私大好きで、そうですか、ね、あのこのサメサメと青森の あのね、あ、はい、そうですね、ロゴっていうか、うん、もう描いてくれてるんだもんね、そうなんですよね、はい、あれかわいい、あ、本当ですか、あれでも缶バッジとかさ、あ、缶バッジ欲しいですよ、そうですか、あ、ね、確かになんか絶対かわいい作りますか作りますか、宣言しちゃう、作りますか、はい、ありがとうございます、ね、リスナーにプレゼントってね、ああ、ね、確かにそれはいいかも、うんうん、お互いの第一印象とかあります、覚えてます、どうだったかな、第一印象2年前ですもんね、そうですね、ワーケーションが最初だもんね、そうですね、はい、ね、その仕事関係で会ったのが初めてなんですけど、うん、多分最初に会った時って本当挨拶ぐらいしかしないで、うん、 よろしくみたいなあ、お世話になりますみたいなぐらいで終わって、うん、感じで、うん、そうそう、で多分2回ぐらいからだよね、うんうんうん、お互いちゃんとこう認識して、うん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 、あ、の人だ、ヒンメリの人だみたいな、そうですね、そっから、うん、やさい、あの澤田さんすごい、まあ、若くもちろん見えるんですけど、やっぱしっかりしてるので店長やってるだけあって、うん、ちょっとなかなかきっちりされた方だろうなと思って、うん、なんかこうね、こう、うん、よろしくお願いしますみたいなちょっと緊張してたんですけど、話してみると、うん、まあもちろんしっかり しつつ仕事はテキパキこなす女なんですが、 謎にふわふわゆるいところがあって、いやいやいや、面白いなと思って、はい、いや、そうなんですよ、お子さんをこう何も育ててるとは思えない、ふわふわ何も育ててるとは思えない、もうふわふわしてるところがあって、うん、めっちゃそれがいいなと思ってます、うん、やった本当に褒められてばっかな、いやどうですか、三谷さんは最初の印象、最初去年の夏、うん、そうだね、うんうんうん、それもやっぱりワーケーションの、ね、そうですよね、交流会でしっかりお話ししてっていう感じだったよね、うんうんうん、なんか、うん、出店、はい、マルシェの出店じゃないけども、うんうん、なんかうろうろしててすごい動画とか写真撮ってでね、さんの、うん、ね、スタッフとこうやり取りしてて、うんうん、彼は何者なんだって、うん、私の中ですごいこう興味が湧いちゃって、うん、はいはいはい、そうそう、うん、確かに、そう、なんかたまたま夜ご飯の席が近くて、うん、あ、そうそう、ね、近かったね、で俺覚えてるのは喋った時に、うん、あ、この人はなんか、うん、なんですか、第六感みたいなある人だなって勝手に思ってて喋った時に言ってたね前、そうそう、なんか嘘つけないなと思って、この人の前ではっていうのも澤田さん最初の印象なんですよね、怖そうそうどっちも怖い、でもそれを感じられるね、あいさめくんもすごいし、いやいや、なんなんですか、なんだろう、別にそんな霊感あるとかじゃないけども、なんかこう、うん、引き寄せじゃないけども、うんうん、そういうのはやっぱり強い方かなっては思う、澤田さん自身、うん、私ってラッキー出てきてるなみたいな、みさりさんもなんかそういうこと言ってます、あ、俺運だけ、そうそう、運がいいよね、あ、じゃあなんかこう、うん、縁感じるみたいな近いところにいますみたいな、もしかしたらね、そうかもしれない。似てるんすか？似てるかもね。似てるんすかね。あれない？あの、これやりたいなとか、うん、
この人会いたいなとかなるとさ、うん、向こうからそういう連絡来たりとかない？あ、めっちゃありますでしょ。私もそういうタイプなんだよ。昔からですか？うん、あ、でも青森帰ってきてからかも。Yes, yes, 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 yes. あ、わかる？わかります。あ、それこそあの、はい、サウナカーの富岡さんとかもめちゃくちゃあるんですよ。なんか一回喋ったかもしれないですけど、たまたまスタバで作業してたら、うん、富岡さん の, あのステッカー、うん、あのサウナのつけてる人がいて、うん、その人に喋りかけたんですよ、俺、うん、知ってますかって言ったら、それで仲良くなって、うん、そんなことあったんですよって富岡さんに連絡したんですよ、うん、そしたら、あ、いい、ありがとうねって言われて、その次の日にたまたま青森の街中で会うみたいな。たまたまそれだからね、引きがすごいよね、やっぱり。だからなんだろう、全くないわけじゃなかったけども、はいはい、やっぱりその青森にね、うんうんうん、U ターンで帰ってきてからの方がすごいそういう、うんうん、なんだろう、人脈っていう意味でも広がったし、自分のね作品をこうなんだろう披露する場、うんうん、出展して販売したりとか、うんうんね、無印良品さんとご縁できたり、うんうんうん、それこそね市役所のね、うん、そういう事業とも関われたりとか、うんうん、まあ、やっぱりこっち来て、そうだろうね、不思議な場所合ってるんですかね、青森が二人とも、ね、あーねー、ね、お店はこっち来てから開いたんですか？そうそうそう、うんうんうん、むしろお店開くために帰ってきたみたいなところで、うん、主人があの理容師なんだけども、はいはい、向こうでは普通にあの雇われでお勤めしてたんだけども、うんうん、こっちに帰ってきてその開業するこの実家なんだけども、うん、っていう話が持ち上がって、うん、あ、じゃあ帰ろうかっていう話になって、うん、何年前ですかそれ？それが、2019年の夏かな、帰ってきたのが、うん、はい、だからこのコロナが流行るちょっと前で、ね、確かにそうですね、そうか、そうそう、で、まあ、開業するんであれば、あの、私もちょっと何かしたいってなって、うんうん、お店の半分を今その雑貨委託販売のスペースに使ってるんだけども、うん、何にもコネもなく始めてすごいですよね。だって今何人の作家さんと、ね、登録してる人だけで言うと50人くらい、すごい、でも本当始めた当初は9人の作家さんでスタートして、うんうん、私も含めてね、そっから徐々に徐々に口コミインスタで広まって、だから今はお店がもうガチャガチャにね、あちこちにもう物が置いてあるんだけども、当時はもう棚もスカスカだし、中央にあるあのテーブルも全くあの作品は置いてなくて、あの作家さんたちがワークショップするスペースとか、うんうん、教室みたいな感じでお店使ってもいいなって思ってて、そうなんですね、もうそんなスペースないよね。そうですね、はい、商品ね、いろんな、むしろどうやってこれ以上作品を置けばいいんだろうみたいないや、そうですよね、そんな感じです。どういう基準でこの作家さんいいなみたいな選ばれるんですか？選んでない。選んでない、まあ多少はね、うんうん、もうすでにいる作家さんの作品ともこうなんだろう、馴染むようにというか、お店の雰囲気損ねないようにっていうのがあるけども、やっぱりうちのお店の雰囲気見て来てくれる人だし、私と喋ってみてこうなんだろう、波長を合う人って言えばいいのかな、はあの置いてくれるよね。なんだろう、みんな作家さん結構趣味に似てたりとかもあったり、そうそう、あとは普段ほら自分でもイベント出て販売してる人がほとんどだから、うん、それはそれで好きなものを作ってもらって、うん、でポットに置いてもらうようにちょっとこう、うん、普段のとは違うものを作ってくれてるっていう人もいるし、それはそれでね、作家さんいろんなこう自分の作品の幅っていうか可能性も見つけれて面白いのかなって、うん、いいっすね、いいですよね、いろんな企
画展みたいな感じで開いたりされてますもんね、うんうん、そうだね、一応テーマを持ってお店に展示して期間限定でねやる時もあるんだけど、いやそれ楽しみにしてるお客さんも多そうですよね、いるかな、いると思いますよ、なんか、ね、私が勝手にこう、うん、これやりたいっていう企画、うん、はい、私主軸だからさ、みんながっていうよりもそう、まあ、私がやりたいっていうね、勝手だから、そうそうそう、はい、でそれをこうお話しすると、うんうんうん、あのニコリさんとかね、うんうん、そうなんかこう上手に膨らましてくれたり、でそれをね告知の画像をフライヤーとか、うんうんうん、インスタに上げてくれたりとか、はいはい、いやもう本当作家さんとかニコリさんとか、はい、そういう人いないと、はい、あのなんだろう、出来上がらないお店って言えばいいのかな、そうですか、そうそう、皆さんのおかげいやそれだけ愛されてる本当ですよね、澤田店長が、いや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 、ね、なんかすごい話してればいろいろアイディア出てきて、うんね、面白いですよね、 ありがとう、採用してくれていやいやいや、街巡りのやつね、いやいや、うん、地図見ながら、うん、そう探検したら絶対楽しいと思って、ありがたい、ありがたいです ね、作って終わりになりがちですけど、 そう、ね、その先の、うん、活用というか展開方法みたいなの、うん、なるほどっていう感じですよ ね、 ね本当に全く何も考えてなかった、あ、まあ、なんかできたらいいなくらい、うん、そうですね、あ、そっか、はい、じゃあそこまでこう具体的に次これやってとかっていう案はなかった、そっかそっか、なんかそれこそアカウントなんか、はい、ちょっと一回大きく変えたいよねみたいになってて、方向性どうしようかなって時にいただいたので、うん、ありがとうございます、そう、なんかうちに来るお客さんも、うん、たまにその弘前とか八戸からとか、はい、十和田とか来る人いるんだけども、あの観光地は分かるのよ、うんうん、あのワラッセとかね、うんうん、あの A ファクトリーとか、はい、三大丸山とか、はいはい、じゃなくてこう地元の人がこうお散歩しながら楽しむようなお店さんをもっと知りたいんだけども、そういうのってこう駅にパンフレットで置いてたりとかないよねっていう話してて、あ、確かにって観光じゃなくてこうなんだろう巡れるローカルネタがまとまってるパンフレットとか、あと紹介動画とかあったら絶対楽しいと思って、そうですか、ありがたい、ありがたいです ね、 ねすごい喋ってるね、いや、いいんですよ今日澤田さんの会なんで、なんでね、はい、なんかお二人でお出かけとかもされてましたよね、あ、まあ、もっと他に友人巡りかな、うんうんうん、してましたね、してましたね、しかも誕生日の日、そうなんだよ、それスタートだからねあ、誕生日にどっか行きたいなみたいな、うんとね、うちのそれも作家さんで、はい、うんと神社巡ったり御朱印集めたりすごい人がいるの、はい、へー、その人の話聞いてて、はい、すごい私も行きたくなっちゃって連れてってっていう話になって、はい、じゃあいつ行くって、うんうんうん、でほらお店がだいたい日月定休で、うん、じゃあ日月だねってカレンダー見たら、うん、ちょうど私のお誕生日が2月19日なんだけど、はい、月曜日で、はい、あ、じゃあもうここだよ、うん、そうそう、はい、で私も今年なんかこう何かこう新しく始めたいなってぼんやりあって、ね、そしたら辰年だしさって話して、はいはい、津軽龍神巡りっていうのがあるんだよって聞いて、これはって、であのほらネタとしてさ一つ面白いじゃない、はい、面白いですよ、ね、集めてじわじわこうね、うんうんうん、コレクションしていくっていう楽しみもあるし、うんうん、あのパワースポット巡るっていうのもすごくいいことだから、うんうん、じゃあサメサメどうよってね、はい、そう誘った行きますと即行かせていただきました、そうそう、まだちょっぴりだけどね、はい、ああそうなんですね、まだ巡りきってない、そうそうそう巡りきってない、あ、津軽といえども広しで、はい、まあまあですよね、ですよね、ですよね、
しかもね、初日最初に行ったお寺さん、うん、振られちゃったもんね。そうですね。やってない、なかったんですよ。九度神っていうところなんだけども、あのなんだっけ、あの四国のさ巡るやつ、あれなんだっけ、はい、うんうん、88箇所あれみたいな感じで、はい、一番がその九度寺さんだったんだけども、行ったらね、社務所お休みみたいな感じで、そうなんか急な法要入ってみたいな張り紙貼ってあってね、惜しい。そうそう、でもその次行ったところとかはね、あ、もらえたもんね。だからそこもまたリベンジ行かなきゃいけないし、ちょっと秋ぐらいまでにはね、コンプリートです、はい、そうですね。何箇所あるんですかそれ。9箇所だったかな、うんうん、確か。楽しみですね、じゃあ徐々に徐々に、そうそう、徐々にちょっとずつ。もうよかった、ね、あ、しもそうですね、ちょっと2つ気になりますね、はい、気になる。そうそう、あ、ね、一緒にお出かけして、うんうん、ご飯食べてね、うん、うんうんうん、来ましたね。そっか。なんかこう今店長とかやられてる中で、うん、なんかまあ辛いこととか逆に楽しいこととか。辛いこと。辛いは思ったことないかな。ね、働いてればみんな何かしらさ、こう不具合というか理不尽というかはあるけども、それも含めて面白いなって思ってて、で私が経験するだけさ、したものを例えば作家さんにね、アドバイスとしてお話もできるし、ね、お客さんともまた一ネタできるし、だから全部なんだろう、自分の糧、糧ってことじゃない、おやつみたいな、はい、おやつ今目の前におやつあるけどもそうそう、はい、だから辛いとかやめたいとかそういうのは思ったことはないし、さっきも話したけど本当周りに恵まれてて、みんな何かしらこういいタイミングでね、困った時力貸してくれるっていうか、そうなんですね、そこが本当ありがたいよね、だから嬉しかったこともだからそういう部分で、そう、こんな感じかな。なんか今後やりたいこととかあるんですか。やりたいことはね、うん、お店としてっていうよりも私個人になっちゃうんだけども、今ヒンメリのね個展もやりたいなと思ってて、私、はい、の展示、めっちゃいいですね。そうそう、どこかで、うんうん、どこかのタイミングでやれたらなっていうのは思ってる。まだまだね、ヒンメリ、リスナーさん知ってるかな、ヒンメリって。あ、じゃあぜひね。どうですか、ヒンメリについてちょっと説明いただきましょうか。あのフィンランドのね、あの幾何学模様のオーナメントって言えばいいのかな、なんか四角とかね、お星様とかダイヤ型とかいっぱいあるんだけども、それを私青森に広めたいなって思ってて、でそのヒンメリがあの回転するたびにね、幸せが降ってくるよって言われてる、すごい縁起物というか、なんか結婚式にね、送ったり飾ったりだとか、あの赤ちゃんのねベッドの上に吊り下げたりだとか、あのフィンランドだと夏至じゃないや、冬至だ、冬至にあの作って飾って、1年のその健康を祈願したりとか、あの無病息災、魔除けとか、そういう祈りを込めて飾られるものなのね。ね、一家に一個飾ってほしいじゃん、ハッピーな、そうそうそう、だしなんかやっぱ飾ってるとね、すごいお部屋がおしゃれな感じするっていうか、確かに確かに、そうですよね、そうそう、でとっても軽いから飾りやすい、気軽に、
なんかキングつけて固定して天井から吊るしてとかじゃないものだから生活にも取り入れやすいのかなと思って。確かに、あいいですよね、一つあると。いいですよね。そうそう、だからそういうのをもうちょっと、ね、自分のなんだろうライフワークなんて言えばいいんだろうね、としてやっていきたいかなって思ってます、ワークショップとかも結構増えたというか、相田さん去年からちょっと徐々に始めた感じですか、やっぱクリスマスに向けてみんな欲しくなるから、秋過ぎぐらいからみんなちょっとずつこう興味持ち始める人って、去年はやっぱ年末にかけてすごい忙しかったよね。中学校にもね、そうですね、教えに行ったり、一緒に行ったんだけど、はい、あ、そうなんですか。そう、青森市のね、そうですね、中学校にちょっとお邪魔して、授業を2コマぐらい借りたんだけど、そうですね、ね、そのくらい、はい、で生徒さんに作ってもらって、みんな楽しそうに最初難しそうでしたけど、ね、ね、慣れたらやってて、そう、またやりたいな。ああね、いいですよね。多分家に帰ってからも、親御さんとかに話してそうな気はしますよね。そう、なんかお母さんたちも作りたかったみたいな意見はやっぱあったらしくて、そう、確かにね。それは田さんのお店ではやらないんですか、ワークショップは。お店、そうだね、やってもいいんだけど、私のスケジュール次第かな。そうですよね。そうだよな、そうそう、忙しい、ね、あ、でもまあ先月一回やったんだよね、はい、ここで、あとは、今月はね、市内の紅茶屋さんの、喫茶スペースを借りしてちょっとワークショップ開いたり、この紅茶屋さんの店主さんもヒンメリすごい気に入ってくれて、ね、何個も買ったりオーダーとかしてくれてありがたいんだけど、猫の庭さんっていうね、ところなんだけど、行ったことある、ないか、名前はきっと感じてもらっていいかしら、ヨーカドーの通りなんだけども、紅茶屋さんなんだけど、ご主人が作るお菓子もすごい美味しくて、それもまたね、いいのよ。だから、まあ、いろんな場所でそういう、なんだろう、ワークショップも増やしたいし、展示も増やしたいし、っていうのが今年はちょっとテーマかな。楽しみ、ね、楽しみですね。楽しみです。はい、ありがとうございます、ね、こんな感じでね、はい、その方もいろいろね、佐野さんにいろいろお話を伺いました。はい、ありがとうございます。全然私ばっかり喋って、いいですね、もう全然ゲストの方なんで、佐野さんなんでね、佐田さんは市役所、青森市役所の本庁舎の裏でお店やっておりますので。本庁舎の裏です。はい、アンダの裏じゃないですよね。アンダすごい気をつけないと。そう本庁舎の裏にある水色のお店、はい、かなり目立つと思うので、確かに、はい、一目でわかるはず、ムーミン屋敷が好きで、その水色のイメージで、そうですね、はい、いいですね。目指して来ていただければ。澤田さん、はい、やってます。あ、日月がお休み。そうですね、日月定休日なのと、まあ普段10時から6時までなんだけど、もうちょっと時短営業みたいな日もあったりするので、そこはちょっとインスタチェックしてもらえれば、はい、インスタの、ね、投稿もすごいお上手で、はい、楽しい投稿が、ね、本当お店に行きたくなる楽しいとか分かりやので、上手だね、全然ね、本当にぜひ来てください。インスタもフォローして、はい、ぜひフォローお待ちしております、ね、投稿チェックしてください。はい、はい、はい、そんな感じですかね。はい、どうでしたか、澤田さん。はい、いい、こんなので、もちろんいいですよ。ねなんか何喋ればいいんだろう、すっごいドキドキしてたけど、いやはい、またこんな感じで、はい、
じで、はい、よかったらまた絡んでください。ね、またまた機会があればぜひ出てください、はい、よろしくお願いします。はい、お待ちしております。はまあ、なんかね、感想とかあったら、ね、うん、メールとか、ね、コメントでも何でもいいので、はい、よろしくお願いします。お店に行ったよみたいな感想とかも、そういうのね、ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。はい、こんな感じで、はい、こんな感じで、じゃあ第何回なんだろう、分かんないや。結構やってない。あ、やってますね。ちょっと789だっけ。はい。はい、まあ、そうださんゲスト会、はい、終了ということで、じゃあ、はい、さあさあ最後ちょっと挨拶してるんですけど、はい、はい、一緒に行ってもらっていいですか。はい、なんかヘバネなんですけど、はいはい、OK、はい、です。じゃあのヘバネ。ずっと綺麗な心、昔